はい、えー、それではあ固有空間の独立性の証明ということで、えー、証明をしていきます <laughs>、えー、命題としてですね、えー、異なる固有値に対する固有ベクトルは一時独立というものを前回やったわけですけれども、えーまあ、これを使うとですね、えー、異なる固有値に対する固有空間の和は直和になるということが言えたわけですね、えー、ここではこの元になりました命題、えー、異なる固有値に対する固有ベクトルは一時独立であるという主張を証明したいと思います 証明はですね、m に関する機能法で、m イコール1の場合は、固有ううベクトルは0でないということですから、v11 個単独0ベクトルでないベクトルですから、これは一時独自です。従って、m イコール1の時の仮定は満たされていると。で、m-1 まで OK とします。まあ実際 m-1 で OK でいいんですけれども、まあ1まで OK としておきます。 で、V1 から Vm の一時関係式ですね。一時結合イコール0という関係式が、このように1番ですね、あったとします。で、これに A をかけて、AVI イコールラムダ IVI であるという、まあ、こういうベクトルですから、A をかけると、ラムダ I 倍される、まあ、I は1から M ですね。用いるとですね、この1番の式は、この2番の式になります。ですね。AV1 イコール C、ラムダ 1V1 ということですね。 はい。VM は、ラムダ MVM となって、このような式になります。で、ここで1番のラムダ1倍から、ラムダ M 倍からですね、2番を引きますと、このようになります。そうするとですね、この関係式は、つまり VM が消えますので、V1 から Vm-1 の一次関係式が得られるということになります。ここでですね、ラムダ M- ラムダ1からラムダ M- ラムダ M-1 までの M-1 個のこの部分は、 これは仮定ですね。異なる固有値という過程がありますから、まあ、これ正確に言うと互いに異なるということですけれども、ラムダ M とラムダ1、ラムダ M とラムダ M-1 は全て異なるので、ここはゼロではありません。で、キノの過程を使いますと、キノ法の過程は、このような関係式は自明なものしかない、つまりまあ一時独立だというわけですから、ラムダ M- ラムダ 1C1。 ラムダ M- ラムダ M-1×CM-1 というこのすべての係数は0となりますがえ今言ったようにえ固有値がすべて異なるのでこのラムダ M- ラムダ I の部分は0ではないわけですからこの C1 から CM-1 がすべて0ということになりますそうすると1番に戻ると C1 から CM-1 この CMVM M 以外のところはすべて係数が消えるというわけですから結局 CMVM M が0になって 再び VM CM がゼロでなないいととうことからもゼロになるつまりこの一次関係式からスタートして C1 から Cm まで全てが0ということが言えますので、まあ、一般の場合も M の場合も一次独立であるということが証明できました。